カシミール・フンクカシミール・フンクは、ポーランドの生科学者。ビタミンの発見者、命名者として知られる。カシミールは、英語での名前であり、ポーランドでの名は、カジミエシュ・フンク。ワルシャワで、ユダヤ系の家に生まれ、1904年に、ベルン大学で学位を取得。パリのパスツール研究所、ベルリン大学、ロンドンのリスター予防医学研究所などで研究。1915年に、 アメリカに渡り、1920年にはアメリカの市民権を取得している。その後一時ポーランドへ戻るが、正常不安を理由にパリに移り、自分の研究所を持つようになる。同じ頃に結婚し、最終的には15人の父となった。オランダの医師クリスティアーン・エイクマンによる玄米と白米を食べた人の活気になりやすさについての記事を読んだことから、 活気けの原因について研究した。1911年に米ぬかに含まれる化学物質が欠乏することによって、この病気が起こることを発見したと発表すると、1912年に、これを重要な生命活動を司るアミンという意味の造語でビタミンと名付け、ビタミン摂取の重要性を主張した。これはビタミン B1 であったが、その後ビタミン B に、 ビタミン C、ナイアシン、チアミンなどを発見している。ビタミン以外にも、ホルモン、糖尿病、消化性海洋、がんに関する研究を行った。1967年にニューヨークで死去。ありがとうございます。